了解です。ここうぞましい貯蔵室バックウォータースワンプやっていきます。今回バックですね。お、相手ヒルビーだ。バックは追跡者注意だな。まあ上が全集中、下、右が張り込み、下が締め切りで、左が痛みや力になってますね。今回はこの全集中をメインにした、全集中をサポートする形のパー構成になってます。最近ちょっとこのパー構成ちょっとハマってまして、痛みや気からの可能性が個人的にはなんか開きそう。あ、ありや、前貸しかな、前貸しあるのかな、お前貸しありそう。あえてこっちに、あえて上に登る。お、来た。ちょっと待って、グレッツァ倒そうと思ったのに結構避けれそうだったね今。ちょっと見せたんですけど、まあ全集中が確かに1から6トークン貯まるんですけど、グレートを出すと1トークン貯まって、それが最大、えフィキョン、まさかのフィーキャン？いや、やめた。まあこの全集中がですね、1トークン貯まるごとに、まあグレートを出すと、その基本値を 30% 増える仕様になってまして、で、1トークン貯まると、ちょっとずつスキルチェックの発生頻度も上がっていくっていうパークになってまして、来ないか、こういう回そうか。トンネル来るならトンネル来るでいいけど、来るのかな、来ないならこれ回そう。まあ最大 24% スキチェック発生頻度が増えるんですよね。で、この右が張り込みなんですけど、これキラーの信用範囲内にいるときにゲージが溜まってて、最大4トークン溜まりますね。これはグッドをグレートにするっていうパークになってまして、まあ、トークンがある限り。それで、あ、やべ、あー、ミスター。で、まあ締め切り、あと下が締め切りなんですけど、こちらが負傷中に次スキルチェックの発生頻度、やべ、ちょっと逃げよう。スキルチェックの発生頻度 10% 増やすというものになってまして、なんかこれ全集中と合わせると最大 34% スキルチェックの発生頻度が増えるっていうパークですね。で、この痛みや気からってパークなんですけど、こちらは負傷中、あ、締め切りも負傷中使います。バブジリ？いや、ちょ、やばくない？それ大丈夫かな？左が痛み効かないですけど、これグレートのね、範囲を 30% を広げるんだっけ？あ、確か。30% か 60%。60% かな？ 60% ね、スキルチェックの発生頻度、発生頻度っていうか、グレートの範囲を広げてくるんですよね。これがちょっとね、割と僕は可能性に満ち溢れてると思ってまして、ちょっとこれで全集中締め切り結構難しいんで、しかもこれスキーチェックドクターのビリビリみたいな感じで結構ランダムなんですよね。なんか結構難しいんですけど、痛みや気からがあればなんとこうやって貯めることができます。さあ、ちょっと見せたんですけど、今6トークですね。これが結構いいんですよね。あ、失敗した。まあこんな感じで、え、来る、え、来そうなんだけど、あの人来る、来てる。回れまやかし、まやかし。いた。ちょっと欲張りすぎたかな。
まだまだよっけー、オーケー、うーいいね。でまたまやかし来るはずだから、個人的にはちょっと下に落としたいところではありますけど、さすがにちょっとね、まあまあここでチェイス、うわっ、じゃあ間に合えー助けてみんな、助けてくれー、まあ、この痛みは気からなんですけど、なんか説明文には治療と修理中って書いてあったんですけど、なんかこのもがいてる時スキチックもなんかちょっとでかくなってる気がするんですけど、僕の気のせいじゃなければでかくなってるんですけど、ちょっと見てほしいんですけど、気のせいじゃなければなんかスキチックでかく見ません、これちょっとこれ広がってる気するんですよね、個人的には。多分やばい、お契約くれる、いや一旦逃げるよ僕は。一旦ね、ちょっとケアしますか、ミリ止めしよう、ミリ止めととりあえずね、ちょ僕ラストだからちょっと怖いから、これこの3つが相性いいっすね、下の全集中と。まああれなんですけど、スキーチック自信ある人は逆境つけた方がいいっす、この痛みは効かれじゃなくて。僕ちょっと自信ないんでこれ締め切りもちょっと難しいんで、スキルチェックが。ナイスナイスこれ開けますね、とりあえずゲット反対なんでちょっと怖いですけどね。すんげえ怖い、ここてるぞ、出れそう、開けちゃえもこれがね、結構痛み気から良くないですか、これ僕は結構好きなんですけど、来るかなこっち、一応抜きに行くか、行こうか、抜きに行こうか、抜きに行きましょう。どこだ、あなんか離れてくれてる、もしかして、まあ、このね全集中って結構てかめっちゃ強いんでマジでおすすめっす。公開で結構使ってる人いると思うんですけど、でか出れそうだな、出れそう出れそう、ナイス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 、大丈夫かな、ああ、来てる来てる、いや僕基本なんだろう、チェイスするとき安定したチェイスあんまりしないんで、上振れチェイスしまくるんで、さっきよりも2択のやつちょっとやりたかったんでやったんですけど、まあこんな感じで発電機がめっちゃ速くなるんでおすすめです。ちなみにこれ BP もめっちゃ稼げるんで、1回グレート出せば300ポイント入るんでグレート出しやすいんで、あ 30% ですね、成功範囲 30% 増加、そんな感じで、これ楽しい、楽しい。まあ、スキルチェック、まあ、音ゲーやってる感じなんで、楽しいです、僕は。これ。じゃあ、ぜひとも、負傷中発電機ご利用ししたい人は、やってみてください。では、皆さん、また、またあげます、動画。じゃあ、バイ、じゃあ、おっつ、チャンネル登録、高評価、